こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。何でしょうね、獲得賞金プラス5000枚ってなんだ。私は喜多方くるみ、よろしくね。プレゼントが届いてるわよ。シックセンス、いいですね、この辺のガチャは。何をやろう。北三ブラックガチャっていうのがあるんですね。行ってみましょう。ダメかな、これダメっぽい。オレンジピール。あー、ダメっぽいですね。お、なんか来るぞ。おー、北三ブラックだ。北三ブラックゲットしましたよ。やりますね。スマホは勝手に。イベント開催中よ。調教カードってなんだ。まあいいでしょう。ひとまず前回ムーランドモロシャーショー届きませんでした。距離適正が気になりますね。中距離って書いてますが、あ、そうだ、ベストバー体重500キロだから。心理バーを。ちょっと馬体重が重い。イベント開催中よ。どうかしら。人参か。思い通りを成長曲線を描いてって初めて見ましたね。何かよ。お、500キロはまだ変わらない。距離がね、短距離が多いな。菊花賞がおすすめっていうか、菊花賞を出してみましょう。4週間後か。結構走れるレースが多くないですね。イベント開催中よ。まあ適正距離よ。気合十分ね。いい仕上がりだわ。クエスト達成よ。
相変わらず人参なんだ。よく落ちますね。スターホースポケット。来週か。イベント開催中よ。おっと。いいんじゃない。ラッキーは出なかった。クエスト達成よ。イベント開催中よ。ゴールドはゲット。気合い十分ね。いい感じだわ。今週はレースがあるわね。おっと、馬体重どこまで増えればいいんだ。元気いっぱいね。嬉しそうね。何か用？502キロが今ベストですね。さあ、菊花賞挑みましょう。1.4 倍、ダントツ一番に。ただいまより投票受付を開始。リョーダーマンとかいるのにね。自分ならリョーダーマンの多少買うわ。馬の世界でもリョーだからね。伊吹前神楽かな。あとはあんまり魅力ないけど。サバ人気はナイス姉ちゃんですね。ナイス姉ちゃんでもまあ勝てないからな。さあ、懐かしい菊花賞です。始まりです。より抜かれましたサラブレッド三歳馬が栄光の菊を目指します。菊を目指します。気合を入れて、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。8番桜山島、先頭イーデサターン、1番さあ、イーデサターンが一気に行く。藤山剣山外から行こうというところ。ちょっと離れて11番マチパネヒヨドシであります。さあ、気合はどうなんだ。3番カタノアラディアン、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。6番手ですね。2番ロングタイトル、それからもう1頭レオダーバン、ナイスネイチャー、それから離されまして10番共和優勝、5番イブキマイカグラ、イブキマイカグラ最高峰、7番シャコーグレイド、もう一度前の方でありますが、
チョコグレードか。イデサファンだ。イデ軍団。藤山健山だ。藤山健山ってこの世代だったんですね。そしていたいた高野アラビアンと竹豊がやります。この辺りちょっと離れているロングタイトル、そして外からはレオダーバン、6番ナイスネイチャー、その後ろ3馬身くらいあって10番共和優勝、内を通って5番伊吹舞神楽、その外からは社交グレード。人も馬も一息つく第2コーナーです。もう一度先頭から行きますと、これが先頭、12番イーデサターン、9番藤山健山、それから1番シンフォリスキー、外を通りまして桜山東町金ひよどしが、その後ろ注目の3番カタノアラビア、6番って声をつけてます。ぜひとも欲しいタイトルです。本当ですね。これから第3コーナーの坂、抑えて登れるか、そして抑えて下れるか、ちょっと離されましてロングタイトル、その後ろでやりましょうか。レオダーバン、少しなんか出る機会最近なかったですからね。今日は優勝、そしてそのうちに伊吹舞神楽、外から1頭7番社交グレード、2馬身くらいの差をつけて12番イーデサターンが先頭です。そしてそのあんまり手応え良くないかな。さあ最終コーナー、4コーナーぐーんと広がった、パパのアラビアンが6番手、懸命に粘ったイーデサターン、上手ですね。さあ抜けて足に行く、外からは誰だ、今日は優勝か。中終わってきた、伊吹舞神楽、やっぱり来たぞ。勝ちました。菊花賞制覇です。なかなかやるじゃない。勝負根性も SS 高いですね。確定しました。来た！いいわね。イベント開催中よ。いろいろゲットしましたね。はい、ということで初 G1 菊花賞を制することができました。非常に良い流れではないでしょうか。次は出るレース考えたいと思います。まだね、距離適性がつかみかねてるとこがあるんで。ただ中距離って書いてますけど、案外長い距離の方がいいかもしれないですね。クラシックから、菊花賞のような3000ぐらいまでかな。となると次は有馬記念になるのかなと思います。3歳馬なんで、金量も軽いです。ぜひ挑戦して取りに行きたいと思います。もしくは WBC に行くかもしれません。まあこのどちらかですね。香港もまあ香港バーズもありかな。ということで次回もしっかり勝っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。応援といえばぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと50人ほどで1000人達成します。皆さんの登録は力となります。高評価ともともよろしくお願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますのでよろしくお願いいたします。ツイッターはですね、ライブ実況ライブ配信のですねお知らせにもお知らせもいたしますので、こちらのフォローもぜひよろしくお願いします。
この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。